この動画は前編と後編に分けてお送りします。前編はパンローリングチャンネル、そして後編は石原淳チャンネルの方で公開されますので、ぜひともどちらもご覧ください。えさて、今回は、イエレンは金利がどんどん下がることを知っているというテーマですね。うん、まあ、あの、アメリカの金利見通しってね、すごく難しくて、はい、まあ今あの、グローバリゼーションが故障しとるんでね、うん まあ、あの、米中対立だとか、まあ、あの、ロシアとウクライナの紛争だとか、なんだ、があって、まあ、パンデミック以降、まあ、それが、まあ、回復したと言われながらもね、地政学リスクがすごくて、まあ、原油が上がっちゃったら、すべての物価上がるわけですから、地政学で何かあって、原油が上がったら、もう今のね、えー、インフレ収束シナリオとか、ちゃぶ台返しになっちゃうと。 だから私はね、どっち行くかわからないって言ってるんだけど、え、ね、皆さん。イエレンさんは金利がどんどん下がることを知ってるんじゃないイエレンさんは元あの FRB 議長で。はい。FRB 議長をあのやってた時はバブルの守護神と言われててね。はい。歴代 FRB 議長っていうのはあの大暴落っていうのをラらっとるんですけど、近年の。うん、イエレンさんは無傷で終わったと。うん いう、非常に珍しい人で。うん、すっごく人がいい人らしいんですけど、なんか庶民的でね。うん、まあ記者が言ってもニコニコして答えてくれるって言うんだけど、それでね、あのアメリカの、あの組織の中で、消去法で上がったとは僕は思えないんだよね。うん、やっぱりそこそこの労働問題のね、専門の経済、えー、学者なんだけ やっぱ政治力もあるんじゃないかと思ってるわけですよ。うん、で、え、ね、ナ長さん金利下がること知っとるんだと。み、うんなが言っとるわけですよ。で、金融危機があることも知ってると。アメリカの中小の銀行はね、はいえー、いつ万歳になってもこの金利上昇の、えー、ダメージがボデ,ーボディブローのように効いてて、もう足が止まっとると、ボクシングで言ったら。うん いう状態にあるんで、えー、そろそろ、えー、オーバーキルにならないためにね、えー、金利を下げるんじゃないか。という見通しが根強いわけです。うん、で、片方では、いや、インフレはそう簡単には収まらんと。私も言ってるけど、インフレの第2波は今収束して、イ,インフレっていうのは一気に上がったり下がったりする指標ですからね。はい。ガーって下がっていくんだけど、終わったかと思ったらまた吹き上げると。 まだ最後の第3波が残ってると思って70年代みたいに。まあ、それはともかく、えっと、アメリカの銀行員で一番高い給料を取っとる、あの、JP モルガン。ジェイミー・ダイモンさん。まあ、しとりがちみたいな感じで、我が世の春を謳歌してきた JP モルガンなんだけど、はい、この人ね、そろそろ辞めるんですよ。うん で後継者を今、うんぬんしたり、はいえー、シティも含めて相当人事をいじくってます、今。次の体制に向けて。うん、で、JP モールガンないあのー、ジェイミー・ダイモンさんはね、はい、き気を見るに瓶の人だから、もうそろそろ金融やばいなと思って辞めるんじゃねい、うん、私は思ってるんです。いい辞め時だと。はい、で、まあ、あのーうん、その、先週ね、ジェイミー・ダイモンさん、 JP モルガンの CEO が、はい。債務がふ増え続ける中、アメリカの経済はね、うん、崖に向かってか加速しとると。はい。要するに崖の向こうっていうのは落ちるだけなんですよ。ね、ハードランディングで。うん、で、それが、まあ、遅れとるだけで、今。この人は崖に落ちると思ってる。で、まあ、これはアメリカだけでなくてね、どこの政府も、 えー、両立経済で資産と負債を両方膨らましてる。で、こんなあの借金が増えてね、もう取り返しのつかない地点に近づいてんだ。いいよ、借金は今まで増え続けてきたんだけど、80年代から金利が下がり続けてきたおかげで、ディスインフレの時代ね、グローバリゼーションで、えー、いくらでも安い人件費のとこから物買ったらいいんだ。 で、それってデフレとか失業の輸出で、まあ物価が上がらなかったんですよ。だからそういう時代が、その例のあの、ロシア、ウクライナでもう完全に終わっちゃったと、パンデミックとね。うん、で、えー、っと、その、金利低下と借金をどんどん増やしていくっていうのはもうできなくなった。できなくなったけど、借金だけは未だに増やしてるわけです。で、金利は高止まりしてるんで、 こんなもん、もうやってきまへんで、と。一、えーうん、人当たり10万ドルの借金抱えてね、えー、めちゃくちゃな借金の増え方になってる。で、JP 大門、JMI 大門は、えー、警鐘を鳴らしてるというのが今の状況なんですよ。うん、で、もう一つの裏読みは、あ、こいつなんか危機を起こそうとしとるなって ね。<ら>この人をよく知ってる人はそう思ってるわけですよ。もう政治家みたいな人ですから、うん、もうワシントン DC ってロビー活動しとるでと。でね、QT をやって金融引き締めとるのも、うん、危機が起こるのも、半分人為的に起こすんですよね。アメリカの金融会っは自らが飯を食うために。うん、何のために起こすかって言ったら、 次に QE をやるために、大敵緩和でまたガッポガッポ金儲けたいその裸意識みたいなとこに今あるという人も中にはいるわけです。で、確かにジェイミー・ダイモンが言うように、このアメリカの借金の増え方っていうのはね、まあなんかすごい角度で、まあずっと上がってきたわけだけど、えー、リーマン・ショック以降。これ半端な増え方じゃないですよ。 でそこで、ギアがターボに入っちゃっても、ここで。車の、えー。パンデミックの騒動が起こって、もう何でもありと。うん、え、MMT 経済に、まあ、元からなってたんだけど、リーマンショック以降は。これ MMT なんですよ。借金はいくらしてもいいと。ねえー、この借金は子供の世界に先、あの世代に先送りしたらいいと。いうことでやってきたんですよ。で、 まあそれができたのもインフレがなかったから。まあ幸運だったんだけど、さすがにこのパンデミックで小切手をぶち込んで、でまあその後ね、地政学リスクが発生して、まあ結局、その MMT 政策っていうのは引っ込むかと思ったんだけど。ね。未だに金めちゃくちゃばらまいとるんですよ。うん、なんで引っ込まないか。 年は大統領選挙があるから。うん、アメリカのバイデンの民主党は永久政権を作りたいと。二度と共和党に政権を渡さないぞと。あるいはトランプとかイーロン・マスクみたいなのは二度と出てこないようにしたいと。だからあらゆる制度を変えたり、司法を武器化してね、トランプを選挙に出られないようにするとか、訴訟を打ちまくりとかね。うんまあ、あるいはね、 えー、もう、あの、あれですよ。人の国の外貨準備を勝手に没収しちゃって。それをね、ウクライナロシアのことですけど、ウクライナの復興に使うとかね。いや、もう、危なくてこんなか国に金持ってけるかっていうとこまで落ち目になってるわけ。もう世界中から馬鹿にされるようなね、政策をバイデン政権になって散々やっちゃったと。でね。 えー、いつでも言ってますけど、私が大学生の頃にアメリカが双子の赤字で倒産さ、うん、すると言われてた時代のアメリカの借金って1兆ドルなんですよ。今、過去4年間で11兆ドル増えとる。で、この6ヶ月で2兆ドルと、過去3ヶ月で1兆ドルと、もうあと3ヶ月するとまた1兆ドル増えるんで。うん、こんなもんね、どうすんだよ。 であ、要するにパンデミック以降はアメリカの借金っていうのは5割増しなんですよ。で、借金するとして、金ばらまいてるわけだから、それは GDP も上がるし、ねめちゃくちゃ経済も上がりますよ。それバイデノミクスって言っとるの、両立て経済よ。だけど、そんなことはね、皆さんも私もわけばやさんにも誰でもできるの、金ばらまいただけ経済上げとるダメでしょう。で、 ハイテクのね、えー、助成金で金ばらまく、えー、金ばらまきまくりで、で、この前ね、半導体の政策をバイデンが就任した時にやったんですよ。で、何の効果もないから、また金ばらまこうと。えー、今度は AI でばらまくぞと。で、あの、ナンシー・ペロスさんが買ってるエヌビディアだけ大暴騰してると。当然、ペロスさんはそんなこと知っとるわけですよ。だけど、 そんなことを政治家がしていいのかって、興味誰も言わない。ね。えー、資本主義ですからやってもいいんですって、ペルスさんは言ってるわけ。ね。議、うん、員が自分の情報に基づいて、投資するのが何が悪いんだと。いや、もうね、えー、世も末と。いうね、やったもん勝ち経済ですよ。今だけ金だけ、私だけ。金が儲かれ何でもいいと。後のことは知ったこともない。いう経済になってる。 それはいいんだけど、えー、アメリカ、ノーランディング、ソフトランディング、世界最強の経済と言われてるアメリカがですね、えー、好景気と言われながら、これだけ借金が増えてる。これ、不景気になったら、当然、わ林さん、ケインズ理論でね、財政出動して、金ばらまいて、景気を持ち上げようという話になるじゃない。 で、これ、好景気でこんだけばらまいとるのに、不景気になったら、こういう上がり方すんじゃないかと。見ないと。だけど、金利高いから、昔と違って。いいよ。予算のね、2割くらい、利払いだけでなくなっちゃうんじゃないのっていうとこまで、今、追い詰められてるわけ。で、こんな、まあ、持続不可能だっていうことを、レーザー利用なんかは言ってるわけです。うん、で、まあ、今年の動き見てあ、去年の動き見てみると、えー、 去年アメリカはね、まあ財務省イエレンさん、借金2.6兆ドル追加したと。ね、もう大盤振る舞いで、あれまたばらまいとるわけ。で、そのうちの皆さん、ここがポイントなんですよ。えー、2.8兆ドル調達したんだけど、国債発行して。そのうちの2兆ドルは、つまり77%は、1年未満の満期を迎える、えー、短期財務省証券。 短期国債で調達したと。うん、なんでですか、うん、おわけばやさん、どう思いますか、これは。いや、今のね、金利ずーっと上げまくってきて、今、利下げは一回もせずに高止まりしとるんですよ。うん、そんな高い金利で20年歳とか30年歳とか、まあ10年でもいいや。うん 氷の金で長いね、調 <laughs> 達してたら、利払いが大変じゃないですか。だけど、一年後に、これ借金乗り換えようんですよ。一、うん、年で借金なるんだから、一年未満で。えー、次に借りるときは、今より安い金利。さ、うん、らにいい、ねうん、短期で転がして、次にまた借りるときは、今より安い金利になることを、うんはい この人は知っとるんじゃないんだと言われてる。うん、そうでなかったら、もうちょっと3年歳とか5年歳とか10年歳とかね、うん、いろんな年限で調達してもいいんだけど、仮にもっとインフレになって金利上がるっていう見方もあるわけだから。ね、なんでこんな1年未満でほとんど調達しとるかって言ったら、まあ一つはですね、あの、大統領選挙があるんで、 とにかく金ばらまかないとダメだけど。うん、ね。要するに、その、えー、借金すると、えー、利払いが大変だっていうことは、イエレンさんも分かってる。うん、で、利払いを減らそうと思ったら、ねぇ、わさん、どうしますか利下げしたらいいんですよ。いいす利下げ <laughs> 自覚自元なんだから人工国家なんですよ、アメリカっていうのは。で、イギリスからまあ独立しようと思ってね、まあ建国の理念でやってきて、なんか独立できたんかと思ったらどっかに乗っ取られちゃったみたいな国になってるんだけど、あの、要するに、金利下げたら利払い、これ1年ごとに借り換えっていったらいいんだから3ヶ月でも何でもいいんだけど、どんどん利払い負担が、 下がるじゃないですか、利下げサイクルに入った、うん、だから、こんな経済持たそうと思ったらね、もう金利下げるしかないんですよ。うん、もう多重債務者みたいなもんですから。はい、金利下げて、下げるしかないんだけど、この人は別に財務長官だからね。うん、金利下げる権限はないんですよ、皆さん。はい、だけど、イエレンはね、なんでこういうことをやっとるのかと。 言ったら、金利下がること知っとんだと、これからどんどん。うん、で、なんで知っとるんやと。それはね、イエレンも金融マフィアと言われるね、ね、あの、非常に優秀なユダヤ人エリートなんですよ、イエレンは。うん、だから、そんなもんはね、あうんの呼吸で FRB から聞いとるんやと、連銀から。うね、いう話になっとるわけですよ。で、うん 大体にして、あの、シリコンバレーバンクで、大、え、盤、ー、振る舞いで救済してたね、うんえー、銀行定期資金プログラムっていうのは3月の11だったかな、なんか3月中にとにかくもう廃止は決定してるんですよ。うん、で、今、結局銀行に助成金として巻いてたね、うんえー、リバースレポだダーとか準備金の残高がどんどん下がってきて、うん、もうみんな銀行知ってるからこういうことやるんじゃないかと。で、 3月には金融危機が起きそうな方気になる。<laughs> いや、だって、えっと、政府の余震でね、銀行危機を止めとるんですよ。うん、で何があっても銀行に金貸しますでやってて、銀行にね、えー、何十ベーシスかタダで金やっとったわけ、フリーランチで。うん、ばらまいとったわけですよ。 人の金だからね、税金を銀行にやっとったっていうのと一緒ですよ。うん、でそれをもう3月に不健全だからやめると。うん、したら、金融危機が起きて、えー、利下げになるんじゃないと、うん、いう話が、まあ、金融村の中では蔓延しろべ。で、それは2019年にも、デポ金利の急騰って、まあ、後で説明するけど、うん、あったわけです。 だからまあ同じことやろうとしとるんだろう。という話になってるわけですね。で、今まあアメリカの金利の方はまだそこまで踏み込んでは反応してないんだ。うん、このアメリカのね、景気動向を最も敏感に反応、反映すると言われる疑念債金利。エフリーガンドラックは FRB もこれ見て金融政策やってんだから、FRB いらんぞと。 二年祭で金融調節したらいいって言ってるんだけど、それはね、私の今のこの、順張りシグナル。赤の期間が金利上昇、えー。黄色の期間が金利低下というね、トレンドの判定をすると、す、え、で、ー、に金利低下の道に歩み出しておくと。これはまあ、週足ですけど。はい、で、まあ、十年祭は、まあ、あの、景気とはね、また別の、もっと先を読みますから。はい、まあ、だけどこれもね、とりあえずもう、天井を打った形になってて、 ここで。で、それからもう、今まあ売りトレンドになっとるけど、金利はね、もう打ち止めと、まあ、利上げは、いう感じになってるんですよ。で、私はですよ。金利は上がるのか下がるのか、いろんな人から聞かれるんだ。わかりません。答えてるわけです。うん、イエレンはそういう川山用で、 人口国家の人工的な政策ですから、今の株式市場もそうですけど、あれは人為で作っとるんですよ。市場が、えー、やっとるというよりは、国家管理相場って言って、えー、株の PKO をずっとやっとるわけです。ね、うん、プランジプロテクションチームっていうのがあって、株は下落しないと。で、大体バイデン政権っていうのは社会主義政権ですから、不景気はないっていう考え方なす 分かりますかあの、あってのソ連の社会主義とか、社会主義国にわけばいさん、不景気は存在しないんですよ。だからそういう大きな政府の政策になっちゃって、まあ、あれなんだけど、まあ、彼らの思惑どおり進めばね、まあ、景気もソフトランディングする可能性がないわけではない。で、ただし利下げというのはね、金融当局のギブアップシグナルです。うん 本当に今不景気な指標が出れば出るほど株は上がって、えーうん、利下げの声が出てくると株は上がるんだけど、はい、本当にそうなんかいという疑問がね、えー、私の頭の中から抜けないというのが今の状況で、うん、じゃあもうちょっと深掘りしてみるとね、はい、どうなるかは、うんえー、動画の後編でお伝えしたいと思います。 後半の動画もぜひともご覧ください。えそして、えそのあたりのことも出てくる時期でしょうか。3月の2日にパンローリングの投資戦略フェアが行われますが、こちらへの出演が石原さん決まったということですよね。はい、3月はね、何かが起こると言われてて。はいうん、まあこれね、ちょうど3月2日なんでね。はい、まあ3月っていうのは今年大荒れになるんじゃないかと。うん、まあいろいろ言われてて、まあもしかしたら日銀もね、 上田さんがなんか <laughs>、えー、えマイナス金利解除っていう話もありますし、アメリカがね、利下げなんてことになって、それが一緒に来たら、当然私としては大歓迎なんです。上がっても下がってもいいんで、私は。えー、相場が動いてくれたらいいんで、まあそこでね、儲けのチャンスになるのかどうかわかりませんけど、まあちょっと3月はね、えー、非常に今年の相場の中で興味深い月なんだ。まあそこでね、 えー、そのちょうど3月2日か。二時からですね、まあ。はい。投資戦略フェアということで、まあ、いろいろ面白い話ができるんじゃないかなと思ってる、うん。ご覧の QR コードや、えー、概要欄から詳しくご覧いただけますので,です、ぜひ、投資戦略フェアエキスポ2024、3月2日に行われます、ね。あの、場所がね、後楽園の東京ドーム、そうですね。ティープリズムホーム、あの、ホールに戻りましたんで、えー、交通の便が非常にいいんでね。 皆さん、まあ、近隣の人から、まあ、全国どこから来ていただいてもいいんですけど、うん、ぜひご参加ください。ねいね、少し暖かくなっている頃かもしれませんからね。はい、ぜひともお申し込みください、はいえ。この動画が参考になったという方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また石原さんに聞いてみたいということがございましたら、ぜひコメント欄までお寄せください。ということで、ここまで石原さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。